リオです。ズリー！今日何するかっていうと、ちょっと絵本読もうかなと思って、睡眠導入としてね、読み聞かせしようかなと思って。で、今日読むのは、イソップ物語。これを聞いて安心を得ていただければいいかなと思う。子供を育てていらっしゃるね、方とか、寝る前にお子さんにぜひこの、睡眠導入読み聞かせを聞かせてあげてください。読み聞かせってね、なんかいいって言いますから。ということで、ちょっと読んでいきましょう。北風と太陽。ある日、北風と太陽がどちらの力で強いかで喧嘩を始めました。僕が力をいっぱい吹けば、みんな寒さで凍えてしまうよと、北風が言うと太陽も、私が力いっぱい照らせば、みんな暑さで焼け死んでしまうぞ、最高にハイってやつだ。あ、ごめんなさい。こんなセリフないですね。失礼しました。もうちょっとトーン落としてやっていきます。どちらも負けてはいません。それならどちらが強いか力比べをしようではないかと、北風が言うと太陽も賛成しました。向こうから歩いてくる旅人の着ているものを脱がせた方が勝ちということにすればよかろうなのだ。すると北風は威張って言いました。それならば僕の勝ちだ。あんな上着なんか一吹きで飛ばしてみせる。人はなぜ上着を着るか考えたことはあるかね。人は誰しも安心を得るために上着を着る。高価なハイブランドのアウターを着たりだとか、人からのもらい物のノースフェイスのアウターを着るだとか、そういうのもすべて安心を得るために着る。北風は思い切り息をスーッと吸い込むと、ブハーッと吐き出しました。冷たい北風がピュー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 旅人に吹きつける。ブラブラ、急に、寒くなったぞ。もっと、もっと着込まなければ、あの、場所へ。旅人は袋から服をたくさん出して何枚も着ています。もう遅い！さっき散々頭に着ているとか脱がしていたな！もう一度！ピューぶっ潰れろー！北風はまた息を吹きかけました。ところが旅人は服を脱ぐどころか、ブクブクと着込んで歩いていくではないか。北風よ、ダメだったな。今度は私の番だ。そう言うと太陽はポカポカ暖かい光を旅人の方に向けた。なんという日だ。急に暖かくなってきたぞ。頭も痛い。吐き気もしてきた。早く あの場所へ。あの場所へ行かなくては。旅人は汗を吹き出しました。そして太陽はもっと熱い光を旅人に向けました。うひえ、熱い。全部脱いでしまおう。旅人は着込んだ服を全部脱いで裸になると川の中へザブーンと飛び込みました。太陽は言いました。北風よ、ピュー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 吹くなら、この私のためにファンファーレでも吹いているのが似合っているぞ。北風は太陽の力に感心して、私のやる力ばかりだわ。人を動かすか、できない。この、ディオガー。この、ディオガー。力ばかりで向かうのではなく、穏やかで温かい心を持って、接しましょう。スタンドパワー！